皆様、こんにちは。グラフは語るをお届けいたします。本日はインド経済について紹介をいたします。インドでは新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからないような状況になっています。こうした中で足元の景気の状況はどうなんですか？はい、景気の落ち込みは深刻です。5月の鉱工業生産は前年比マイナス 34.7% と4月のマイナス 57.6% に続く大幅なマイナスとなりました。どういう部門の生産が特に落ち込んでいるんですか？はい、企業の投資に関連する資本材ですとか、自動車など耐久消費財の生産が、落ち込んでいます。一方で食べ物や洋服などの非耐久材の生産はそれほど落ち込んでいません。都市部に比べてですね、農村部の家計の消費がそこまで悪化していないということが背景かと思われます。企業の景況感も悪化しているんですか？はい、特にサービス業の景況感の落ち込みが深刻です。都市部のサービス業ほどウイルス感染やその抑制策の影響を受けやすいためというふうに考えられます。景気が冷え込む中でも物価は高止まっているようですね。6月の総合消費者物価は前年比プラス 6.1% と随分と高いようですが、何か背景があるんですか？はい、都市封鎖に伴って流通網が混乱した影響が大きいと思います。また変動の大きい食品と燃料を除いたコア物価も足元で上昇しています。国内の需要が冷え込んでいるときには普通コア物価は鈍化すると聞くんですが、なぜインドは上昇しているんですか？はい、特殊要因によります。コア物価のうち特に上昇しているのは副食品という項目です。この中には金や金の製品が含まれます。世界的な金価格の上昇がこの項目を押し上げているというふうに考えられます。はい、景気が冷え込む一方で物価高では中央銀行も頭が痛いような状況ですね。8月6日には政策決定会合がありますが、利下げを期待していいんですか？はい、難しい舵取りを迫られているというふうに思います。市場参加者の予想もですね、追加利下げと金利据え置きに割れています。まあ、国際的な金価格の上昇という一時的な要因による物価高なので、まあ、これは無視して景気を支えるために追加利下げを行うべきという考え方が一つあります。一方で一時的な要因とは言っても家計のインフレ期待も押し上げられているので、今回は用心して利下げを休むべきという考え方もあります。はい、私ども経済調査室は利下げを予想していますが、まあ、緩和的な姿勢を保ちつつ金利が据え置かれる可能性も低くはないというふうに考えています。はい、ありがとうございました。詳しくは投資戦略マンスリー8月号をご確認ください。